大丈夫ですか、しおちゃん。ね、案外極楽なんじゃないの？ねえ、案外極楽生活。でも動けないのは怖いんだよね。今あれから5時間ぐらい経ちましたね。はい、5時間ずっとこの状態でしたか？はい。でも1回トイレに行きました。1回トイレに行きました。それ以外ずっとこんな感じ？っていうかめっちゃ今 YouTube 見てますね。めっちゃ YouTube 見てますね。これは何ですか？多分カスちゃんのチャンネルだと思うけど。あ、そうなんだ。そう、あの青春シュワシュワクラブ。青春シュワシュワクラブの4人が出てるやつ。4人が出てるやつです。はい。私この4人好きなんです。極楽ですね。やけどの時も、やけどだっけ、なんか、でもなんかここで前も寝てた時があった気がして、うん、あー寝てたかもね。その時も見てたと思う。あいかつとなんか病気の時はさ、よくあいかつ見てるよね。そのさっきあいかつ、さっきまでずっとあいかつ見てました。はい、あ、でも初期のあいかつを見た後にあいかつスターズの映画1本と、なんかところどころ相方さんを見て、その後にあかりちゃんの、あの初期なんだけど、うん、いちごちゃんじゃなくてあかりちゃんの相方をちょっとだけ見た後に、うん、YouTube。 ちょっとだけ起き上がれる？どれぐらい良くなりましたか？ちょっと起きて首して、無理ない範囲でね。大丈夫？大丈夫。あ、いた。でもさ、朝よりもすぐなったよね。朝さ、首こうやってちょっとさ、なんていうの、かしげるっていうの、ピンってまっすぐにならなかったじゃん、うん、ちょっと今まっすぐまで戻ったね。ずっと寝てたからやばい、髪が。大丈夫だよ。でもこっちにはもう行けないんでしょ、それ以下、うん、こっちに行くと、うん、ピンってくるから。じゃあもうちょっとだね。だいぶ良くなったよね。だいぶ良くなったね。学校までには治るかな。うん、ずっと寝てたら治るかもしれない。でも寝てるしかないね、治らなければ。寝てなくても辛いだけだよね。確かに。そうね。早く治るには寝るし、なんか安静が一番だから、やっぱ寝るしかないかな。はい、ね。でも5時間経って少しは良くなって、まあ少し良かったね。うん。全く良くならないじゃちょっと絶望的だけど。うん、はい、ね。ということで。はい。ちょっとお腹空いたのでね、ご飯を食べれますか？大丈夫、食べたいと思います。はい、お腹空いたんで。そうだよね。じゃあちょっと辛いけどしたいって、ご飯食べましょう。はい。はい。はい、あれからさらに4時間。経ちました。すごい飲み方なんですけど、はい、あれから4時間経ちましたね。どうですか、調子は？まだまだです。痛そうですね。でもまっすぐにはなるようになったんでしょ？そうなの。見て、このまっすぐさ。朝はすごいひん曲がってたんだけどね。一応まっすぐにはなるんだけど、ちょっと痛いんでしょ、まっすぐでも。もうこれじゃいくと、もう、そうだよね、100超えちゃうから。はい。でね、ちょっとね、小腹がやっぱりすくと思うので、はい、コーンスープを持ってきました。どうぞ。はい、はい、こぼさないように。何回も見てんの。この蓋どうしようかな。あ、蓋こっちに置いとく。うん、飲みたい。大丈夫、降りる？スター。あ、痛いか。ゆっくり降りる、スターに。いや、降りない。このまま飲めるん？うん、熱いよ。うん、大丈夫。大丈夫？熱いよ、マジで。こぼさないようにね。おいしそう。うん。なんかやつれた顔してるね。なんか病人っぽい感じになっちゃってますね、一気に。
だってずっと寝てたんだもん今日。ねえ、ほんと寝たきりだよね朝からね。ほんとそうじゃない？もう朝起きてとりあえず寝てなって言って寝てて、でママたちが美容院行ってる5時間ぐらいもずっと寝てたんでしょ。うん、トイレぐらい歩くの。うん、トイレ1回行ったぐらい。そうだよね。で帰ってきて3分ぐらいしか歩いてないしそうだよね。で帰ってきてちょっとご飯食べに下にちょっと行ったけど、また食べ終わったらすぐ上来て寝てるもんね、うん、ほんと今日は一日せっかくの休みだけどずーっと寝てき寝てんずーっと寝てたね。せっかくの土曜日なのにずっと寝てました。ねー、ずっと寝てたよね。寝たきりだねほんと。でさらにもう8時を回ってるので、これからみんなが寝る時間なんだけど、しょうちゃん眠くないかな。眠くないですね逆にもうずっとねゴロゴロしてたからね。はい、でも楽な姿勢を取るってことはやっぱ安静にするしかないから寝ることだよね。まあとりあえずね夜まあ10時とかになったら無理にでもベッドに行って、うん、ちょっとね電気消して寝てみてください。わかりました、ね、そうしないとね治らないかもしれないし。はい、わかりましたね。こんなに長引くとはだよね。ね、あのなんか寝違いってこんなに長引くもんなんだと思いましたね。はい、はい、じゃあね明日には良くなってることを祈って、はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。これ以上こっちも太い。そうだね、いいよいいよ、バイバイ。バイバイ。やっぱ普通にしてると傾いてるよねマジ？うん、バイバイ。バイバイ。はい、はい、あれから、おはようございます。あれからまあ24時間以上経ったね。はい、もうお昼ぐらいなので、はい、はい、どうですか。もうあんだけ辛そうだったのが顔もだいぶね、もうだいぶなんかでも 100% 治ってないんだよね。そうなんです。これでもまだ痛み 10% 感じるんですよ、うん、そうだよね。まあ 100% のうちでも 10% だから、うん、そんな痛くない、まあ、ちょっと痛いかなぐらいの。で逆にちょっと曲げるとたまにピキンってくるんだよね。まだね、まだ無理するとね、こっち向いちゃったり、うん、こう言っちゃうと痛いです、うんうんうん、やばいね。やっぱそんなにすぐは治らないね。まあ徐々に徐々に日に日に多分良くなっていくと思うけど、でも良かったね。全くもうこんな動かないままでさ、学校とか最悪じゃん。うん、このままみんなおはよう。そうだよね。昨日こんなんだったもんな、朝ね。全くまっすぐにもなんなかったもんね。はい。ということで良かったです。まあまだ 100% 治ってないけど、まあ日常生活を送る、普通に送る分には大丈夫そうかなっていうレベルに。はい、戻ったので、はい、今日はね普通に昨日ずっと寝たきり生活だったので、一日本当朝から晩まで、はい、本当にずっとこのソファで寝てたよね。そうなんですよ、本当にトイレ一回行ったきりで、あとご飯一回だけした行ったか、ずっと寝てたんですよ。そうだよね、病人みたいに、うん、本当病人だったね。本当病人でしたね昨日は。まあ良かったですよ、今日はちょっと行動できるまでに復活して、はい、とか今日はバレンタインデーなんですよ。本当は昨日ねチョコを買いに行く予定だったんですけど買えなかったんで、はい、今日ね当日なんですけど、そうですね、ちょっとね売ってるかどうか心配なんですけど、明日ねお友達と友チョコを交換する約束を5人でしてるんで、はい、今年は手作りはあげられないなということで、ね、買いに行くんですけど市販の、はい、当日って売ってるかな、ね、まあでももし売ってなかったらまあチョコレートじゃなくてもなんかちょっとしたプレゼントでも喜んでくれるかなって感じだったよね、みんなのことを考えると。でもさ、うん、先生に見つかっちゃいけないんでしょ。そうだよ、ね、普通に紙袋とかに持ってたらバレるから、だからなるべく小さいものがいいよね。こっそり渡せるようなものがよくないだってさ紙袋持っておはようございますって言って絶対チョコじゃんバレンタインにさ紙袋とか持って壊れる。普通のなんか手提げとかでいいんじゃない、あの学校に持ってってるさあの布の。絶対バレるよ。バレる？しーちゃんよくなんかバカでかいの稼いでってんじゃん。まあまあまあ、その話は良いとして、まあとりあえずね、体調がちょっと、体調っていうか、まあ首のね、状態が今日はちょっと良くなって、はい。はい。はい、普通に生活がまあまあできそうかなっていうところまで来たので、はい。はい、寝たきり終了でございます。
ということです。首のせいで2週間髪切るの伸びちゃいました。まあ本当だよね。本当一番楽しみに、ここ最近で一番楽しみにしていたことが、の当日の朝になって、もう本当、どうしたのっていう。なんか楽しみすぎて、ほら遠足の前にさ、寝れない子とかいるじゃん。いる。なんかそういう好みだよね。超楽しみにしてたんだよ。ね、髪切れる。そうだよね。だから、まあしょうがない、しょうがない。そうだから、うん。そうだよね。まあしょうがない、しょうがない。ポジティブに行きましょう、明るく。まあまあまあ、でもほら、大事に至らなくてよかったじゃん。2週間もね、うん、まだね、残せるってことは、いいことかなとは思う、うん。そうだよ。2週間長い髪をもう、ちゃ堪能しとかないとね。一気に短く、だって、だいぶ短くするかもしれないんでしょ。まだわかんないけど、予定ではね。だから、あともうちょっと2週間その髪を大事に、大事にというか、まあいいや。はい、ということで復活しましたので、ご報告でした。はい、はい、ということで。それでは、バイバーイ。でもまだ 100% じゃないから油断はダメだよ。まあ無理せずゆっくりね。でもリミ超聞いてたじゃん。ネオンもっと聞いてた。もうまた髪の話。もういいから、バイバーイ。